はい、オルガンライフです。皆さん、ジレットモデルって知ってます？ビジネスの教科書とかには書いてあります。あのジレット、ヒゲ剃りですね。でヒゲ剃りってどういう儲け方なのか。あの最初のスターターキット、ハンドルとかついたの、あれ安いんですよ。結構安いですよ。それキャンペーンとかだとタダで配ってる。タダで配ったり安かったら儲からないだろ。確かにそこでは儲からないんだけど、ヒゲ剃りって何とか使ってれば歯が摩耗してくるじゃないですか。そうすると歯を取り替える。実はヒゲ剃り、歯の方が儲けが高いんですよ。利益がほとんどないまたはマイナスの状態でヒゲ剃りのハンドルを売っといて、そして摩耗したら歯を交換してもらう、そういう方法で儲けてます。それこの看護部分、大体は医師を登録されてて類似品を作ると、まあ裁判で抑えられますね。別のメーカーが歯を安く作るとハンドルを作ってる会社を訴える。とヒゲ剃り以外だとプリンターですね。プリンター本体結構安いんですよね。ひどいものだと4000円とかで買える。あれほとんど儲けないって言われてます。じゃあどこで儲けるのか。ヒゲ剃りのジレットと同じで、これインクなんですよ。インクなくなったら利益率の高いインクを買ってもらう、それなんですよね。だから互換品のインクとかインク詰め替えキットが出ると大体プリンターメーカーは訴えます。ただどちらにしてもインクを使ってくれるプリンターを出してる会社ってまあ時々あります。それは訴えられないんですよね。そりゃ利益率の高い部品を買ってくれるわけですから訴えないですよ。まあ、あとジレットとかのハンドルもどっかのメーカーが高級なジレット互換のハンドルを作った、多分訴えないですよ。儲からない方を肩代わりしてくれるわけですからね。あ、それ最近タバコで電子タバコって流行ってるじゃないですか。フィリップ・モリスのアイコスとかブリティッシュ・アメリカンのグローとか、あと JT は何だったかな、フルームテックだ、ヒーターで加熱して蒸気を吸うみたいな、そういうものを出してる。それあちらなんか雰囲気的にジレットモデル、本体を安く売ってそしてタバコのカートリッジで儲ける、なんかそんな感じがしますけど、なんか私考えてあれ逆なのかなと思いました。まずメーカーがあの本体の互換品を作ることを許さない。出てないですよね。ヒーターで動くものだから結構簡単にできそう。類似品が出てもいいと思うんだけど出ない。機械の方を抑えてると思うんですよね。あのもう1年も経ってれば類似品出てもいいだろうと思うんだけど、機械の類似品が出ない。それとあとあの機械結構高いです。1万1000円ぐらいかな。ただのバッテリーとヒーターですよ。別にスクリーンがついてるわけでもないし、そんなものが1万ちょい。多分あれ相当な利益があれから発生してますよ。そしてあの機械の寿命1年って言われてますね。1年で交換、カートリッジで儲けてるんじゃなくて機械の方で儲けてるんじゃないのかな、そう考えますね。だから逆ジレットモデルなんですよねって感じました。ということでバイバイ。